貴賓長子後期40年10月10日は、李氏朝鮮の第20代国王慶州の聖母。第19代国王、縮宗の側室。中人出身の王妃。長気品とも呼ばれる。実名は、玉亭。本願は、人指導長子。死亡は大品宮玉山府大品。長子は時期は不明だが、第16代国王、人祖の継ぎひ 祝層の義理の日ババにあたる壮烈大王大妃のハリ傍女助官として宮中に入った。幼くして父を亡くし、家計が苦しいために助官となったという。これも時期は不明だが、祝層からの調和を受けた。しかしながら、1680年10月から1681年3月の間に宮廷から追われた。民生王公から心よく思われなかったためであった。 当時の朝鮮では、聖人派と南人派の党派争いが展開されており、聖人派が、人志堅王公敏氏を後ろ盾に政権を握っていた。しかし、人志堅王公は王妃に立てられてから6年を経ても、子供に恵まれなかった。そこに目をつけた、壮烈大王大妃をはじめとする南人派は、後期25年に、美貌に引いてた、長子を再度、高級に送り込み、 正恩三軍とした。長子は1686年12月10日に祝日目に建てられ、さらに1688年に正義へと昇進し、同年10月27日には王子リハルカを生む。後期28年1月15日にはその功労によって品に昇進し、貴品と合され、李ハルカは王政氏に建てられた。さらに同年5月2日、 人志圏王公は廃され、1690年10月22日に、長子が王妃に作立された。中人出身の王妃の作立によって、成人派の戦後に終止符が打たれたが、代わって、南人派が権力を握ることになった。一方、成人派では、コンパルサワを中心に、人志圏王公の福井運動が展開された。南人派の権力が、 かつての聖人派のように増長することを危惧した畜宗が、人試験王公を日に復位することで、長子を後ろ盾にする南人派を牽制しようと、企んだことにより、後期33年4月12日には、長子は王妃から、品に格下げされ、人試験王公が復位した。後期40年に、人試験王公が病没すると、聖人派は、王妃の死は、 長子が巫女を使って図書したためだと布告した。その結果、1701年11月9日、長子は宿葬から、賜もの役により処刑された。去年42、俗に、縁山君の高級バリ力水、中層の王妃文帝王公に仕えた、帝乱帝と共に、朝鮮三大悪女、朝鮮三大王女と呼ばれる。李朝末期の秋なり皇后等もあり、これらを合わせて、 4大幼女、5大幼女等と呼ぶ説もある。貴賓調子の人物像は、祝層時代のことを記した朝鮮実力が元になっているが、編集を完了したのは、英祖の時代であり、その母祝賓祭子は貴賓調子と対立していたため、貴賓調子に不利な内容になった可能性もあり、本当に根の腐った人物だったかは不明である。しかし、 私立を極めた宮廷の権力争いの中、住人という決して高くない身分から王妃になった、彼女の生涯は劇的、悲劇的などと関心を持たれ、現在の韓国では、しばしば文学や映画、テレビドラマの題材に取り上げられる。二人の息子を設けたが、長男は子がなく、次男は養成したため彼女の血を引く子孫はいない。ありがとうございます。